ニール・オール・デン・アームストロングは、アメリカ合衆国の海軍飛行士、テストパイロット、宇宙飛行士、大学教授。人類で、初めて月面に降り立った人物である。大統領自由勲章、議会宇宙名誉勲章、議会名誉黄金勲章受章。最初の宇宙飛行は1966年のジェミニ8号で、 ニールは機長を務め、デビッド・スコット操縦士と共に、アメリカ発の有人宇宙船でのドッキングを行った。2回目の宇宙飛行は1969年7月16日に打ち上げられたアポロ11号で、この時も機長を務め、バズオルドリン飛行士と共に2時間30分にわたって月面を探索した。宇宙飛行士になる前は海軍に所属し、 朝鮮戦争では実戦に参加した。その後は、国立航空諮問委員会の超高速飛行本部に所属し、様々な実験機で900回以上ものテスト飛行をした。F-100 スーパーセーバー A 及び C-F-101 ブルー,ー、ロッキード F-104A スターファイターの開発にはテストパイロットとして関わった。 またベ X B、ベル X-1B、ベル X-5、ノースアメリカン X-15、F-105 サンダーチーフ、F-106 デルタダート、B-47 爆撃機、KC-135 空中給油機、ペアセブなどの操縦も経験した。パデュー大学と南カリフォルニア大学の卒業生。ニール・アームストロングは、オハイオ州はパコネタで、 父スティーブン・ケーニング・アームストロングと母、ビオーラ・ルイーズ・エンゲルの長男として生まれた。他に、弟のディーンと妹のジューンがいる。スコットランド系アイルランド人及び、ドイツ人を先祖に持つ父スティーブンは、オハイオ州の役所に勤務し、転勤を15回も繰り返し20もの町に移り住んだ。父親の最後の勤務地はわたこネタで、この年ニールは、 ボーイスカウトの最高位であるイーグルスカウトの位を取得した。成人後には特別イーグルスカウト及びシルバーバッファローにも選ばれ、さらにアメリカの若者にとって最も名誉ある検証の一つであるボーイスカウト・オブ・アメリカにも選ばれている。ワパコネタではブルーム高校に通っていた。1947年、ニールはパデュー大学に通い、 航空工学を学び始めた。同大学では、ファイ・デルタ・シータと、カッパ・カッパ・プサイという親睦団体に所属していた。家族の中で大学まで行ったのは、ニールともう一人だけで、彼は、マサチューセッツ工科大学にも入学が認められていたが、MIT に通っていた知り合いのエンジニアに、ケンブリッジでなくとも良い教育は受けられる、と説得されたタメパデュー大学に通うことにした。 同校では、ホローウェイプランという奨学金制度を受けていた。これは志願者を2年間大学に通わせた後、3年間海軍に勤務させ、また2年間復学させるという制度である。ニールの大学での成績は平均的なものだったが、無事に航空工学の学士号を取得することができた。後のことだが、1970年には南カリフォルニア大学から、 宇宙工学の修士号を習得したほか、多くの大学から、名誉博士号を与えられている。1949年1月26日、ニールは海軍に入り、フロリダ州ペンサコーラ海軍航空基地で、飛行訓練を受けるよう任命された。以後およそ18ヶ月間、同基地と、空母、カボットやライトでの訓練で、飛行機操縦と、 航空母艦への離着艦の技術を教育され、1950年8月16日、海軍飛行士の正式な認定を受けた。最初の勤務地は、カリフォルニア州サンディエゴ海軍航空基地の第7艦隊航空部隊で、2ヶ月後に全機がジェット機で編成される、第51戦闘飛行隊に配属された。 1951年1月5日、F9 階から2バイトパンサーで初めてジェット機の操縦を経験し、6ヶ月後には空母への着艦も行った。この週に、ニールは士官候補生から勝尉に昇進した。月末には、彼ら第51戦闘飛行隊を乗せた空母、SX は、朝鮮戦争における対地攻撃を行うために、 朝鮮半島へと向けて出航した。朝鮮戦争での初の実戦経験は1951年8月29日のことで任務は金作師を写真撮影する偵察機の護衛だった。だがその5日後に彼の搭乗機は地上からの砲撃を受けた。その日の偵察飛行の主要目的地は貨物場と元山市西部の魔女に村の南にある狭い谷に。 かかる橋だった。ニールは F9 回を操り、抵抗度、時速およそ5 6 0トルで飛行しながら、対地走車をしていたが、その時地上からの対空砲が命中した。機体は機首を前のめらせ、電線に、右の主翼を接触させた。これにより、主翼の先端、約2メートルほどがもぎ取られた。カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地で中の、 テストパイロットをしていた頃の写真ニールは機体を立て直し、味方の領空に引き返すこともできたが、補助翼が失われたため安全に着陸することは不可能だった。残された手段は射出座席で脱出することだけである。ニールは海上で脱出し海軍のヘリコプターによる救助を待つことを選んだ。歩行士の沖合で射出座席のレバーを引いたが、 パラシュートは強風に煽られ、陸地に舞い戻されてしまった。ニールは当初の思惑に反してヘリコプターではなくジープで救出される結果となった。またこの時彼を救い上げたのは航空学校時代からの同級生だった。その後ナンバーワン 25122F9 回から2の残骸に何が起こったのかは不明である。朝鮮戦争では 都合78回、計121時間にわたって飛行したが、その経歴のほとんどは1952年1月に集中している。最初の20回の出撃でエアメダル勲章を受賞し、次の20回でゴールドスターを受け、他にコリアンサービスメダルやエンゲージメントスターも受賞した。1952年8月23日に海軍を除隊し、 海軍予備役部隊で注意に昇進した。予備役部隊には1960年10月20日まで在籍した。海軍を除隊した後、ミールはパデュー大学に復学した。戦争から戻った後の2年間の学業生活は目覚ましいものだった。ファイ・デルタ・シータに再入会し、全学生が参加するレビューの脚本と助監督を担当したこともあった。 彼の最終 GPA は6.0中4.8だった。1955年にニールは航空工学の学位を得て同大学を卒業した。在学中ニールは家庭経済学を専攻するジャネット・エリザベス・シェアロンと知り合った。ニさんの友人によると、この間どういう行き札があったのかは不明だが、ニールが中のルイス飛行推進研究所で働いていた。 辺りから雰囲気が変わったように見えたという。1956年1月28日に二人は、イリノイ州ウィルメッテの教会で式を挙げた。その後ニールが、エドワーズ空軍基地に転勤した時は、彼は、独身寮に住みジャネットは、ロサンゼルスのウェストウッドに一人で住んでいたこともあった。それでも半年後には、アントロープバレーに一軒家を購入して、 新居を構えたが、ジャネットは後に結婚で大学を中退したことを後悔した。子供は3人授かったが、第二子のカレンは脳幹に悪性腫瘍があると診断された。X 線療法で病状の進行は抑えられたが、次第に体力が衰え、立つことも話すこともできなくなり、1962年1月28日に肺炎のため死亡した。 パデュー大学卒業後、ニールは、新型機の試験飛行を行うテストパイロットになる、ことを決意した。カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地の国立航空諮問委員会の、高速飛行本部に志願書を提出したが、あいにくそこには、空席がなかったため、志願書は、オハイオ州クリーブランドに本部を持つ、同空軍基地内のルイス飛行推進研究所に、回され、 1955年2月からそこで勤務することになった。エドワーズ空軍基地での最初の任務は爆弾層に実験機を搭載した爆撃機を操縦することだったが、その中であわや惨事につながりかねない事故があった。1956年3月22日、ニールは実験機。 ダグラススカイロケット D-558 から2を搭載した P2 バイトの副操縦士席に座っていた。彼の任務は実験機を空中放出することで操縦はスタンレーブ・ブッチャート飛行士が担当していた。高度9000メートルに到達した時突然4番エンジンが停止した。プロペラの停止スイッチを入れると一旦は回転は止まりかけたのだがやがて 再び動き出し、風圧で他の正常なプロペラよりも激しく回転し始めた。このままでは、プロペラは遠心力で破壊され飛び散ってしまう。しかも、P2 バイトは実験機を搭載したままでは着陸できないし、さりとて実験機を切り離すには時速3 3 8トル以上を維持しなければ、ならない。ニールとブッチャーとは機体を急降下させ、 その勢いでスカイロケットを切り離すことを決意した。だが放出した瞬間、4番エンジンのプロペラが吹き飛び、3番エンジンと2番エンジンを直撃した。3番エンジンは使用不能になり、外側にある1番エンジンも他のエンジンが停止したことにより、要因具が強くなりすぎたため、停止せざるを得なくなった。 それでも彼らは残された2番エンジンだけを使い、高度9000メートルから慎重に機体を降下させ、安全に着陸することに成功した。ロケット機による初飛行は1957年8月15日で、ベル X-1B を操縦し、高度18.3キロメートルに到達した。着陸の際前輪を壊してしまったがこれは、 同期の構造的な問題によるもので、それ以前の何十回もの飛行でも発生していた現象である。1960年11月30日には、ノースアメリカン X-15 でも飛行し、高度 14.9km、マッハ1.75を達成している。1960年11月には、ニールは、軍用宇宙機 X-20 ダイナソアの、 開発パイロットに選ばれた。1962年3月15日には、同期が実用化された時に操縦を担当する6人のパイロットの中の1人に指名された。試験飛行後に X-15 の傍らに立つアームストロング・ニールは、エドワーズ空軍基地で、今でも飛行士たちに語り継がれる伝説をいくつか残している。 例えば1962年4月20日、X-15 の姿勢制御装置を試験するために飛行していた時のこと、高度 63km まで上昇した時、機種を下げるタイミングがわずかに遅れてしまった。機体はコントロールを失ったまま高度 43km まで急降下したが、この高度ではまだ待機は薄すぎて、翼は役に立たない。 その後 X-15 は予定された着陸地点の上空 30.5km をマッハ3で通り過ぎ、エドワーズ空軍基地から 72km も離れた場所まで飛び去ってしまった。その後なんとか安全な高度まで降下させ、無事に着陸することに成功したが、これは飛行時間や到達距離において X-15 の最長不倒記録だとみなされている。 このエピソードは映画ファーストマンにも描かれている。また彼は一度だけチャックイエーガーの木に同乗したことがあった。蒸気の X-15 の事故から4日後、イエーガーとニールは X-15 の緊急着陸場としてスミス牧場エンコを使用できるかどうかを調査するため T-33 シューティングスターで飛行していた。イエーガーの自伝によるとこの湖は 雨が降った後は、着陸には適さないことは知っていたのだが、ニールが実験を強行することを主張したのだという。彼らが、タッチゴーを試みると、案の定車輪はぬかるみにはまって身動きできなくなり、結局救助を待つことになってしまった。一方、ニールの話によると、事実は、全く異なっており、一回目は、湖の東岸の地面に車輪を接触することに、 成功したが、次にイエーガーは、こう言ったという。なかなか良かったぞ、坊や。だが、お前さんには、今より、もうちょっと遅い速度でやる度胸はある前にールが2回目に、言われたように先ほどよりも、わずかに遅い速度で、タッチゴーを実行すると、機体は、沼地の中で身動きできなくなってしまった。ニールによれば、この時イエーガーは、大笑いしたという。 エドワーズ空軍基地の多くのテストパイロットたちは、ニールの操縦技術を高く評価していた。ミルト・トンプソン飛行士によれば、彼は、X、X-15 のパイロットの中で、最も技術の高かった男であり、ブルース・ピーターソン飛行士によれば、どんな緊急事態に遭遇しても決して慌てることの、ない、クソ度胸の座った男だったという。もっともチャック・イエーガーや、 ピートナイトのような学位など持たない、叩き上げの空軍パイロットたちは違う意見を持っていた。ようで、ナイトによれば、学のあるパイロットは、頭で操縦したがる傾向があり、操縦技術が体に染み込んだ自然のものになっていない、ことが彼らが事故を起こす原因になっているという。1962年5月21日、ニールはエドワーズで、ネリスの恐怖と呼ばれている魔物に見入られてしまった。 この時彼は F-104 に登場し、デラマエンコでまたもや緊急着陸の実験を行おうとしていた。ところが高度を間違え、なお悪いことに車輪が完全に降りていないことに気がつかなかった。機体が地面に接触した瞬間、足が機内に引き込まれた。反射的にエンジンを全開にしてなんとかこの機器を脱出したが、翼と足が地面に激突し、 通信機が壊れ油圧も失われてしまった。ニールは近くにあるネリス空軍基地に緊急着陸することにした。通信手段が失われていることを伝えるために翼を振りながら、完成塔をかすめ飛び、アレスティングフックで滑走路のアレスティングワイヤーを捉えることには成功したが、機体は大きく傾いてしまった。滑走路上から機体をどかしアレスティングワイヤーを 再セットするために13分がかかった。その間にニールは、エドワーズ空軍基地に電話して、誰かを迎えに来させるよう頼んだ。見るとトンプソン飛行士が F-104B でやってきたが、強風のためハードランディングしてしまい、左側のヌシリンをパンクさせた。この機体を取り除くために、またもや滑走路は一時閉鎖された。次に、ビルダーナ飛行士が、 t-33 でやってきたが、彼もまた着陸に失敗した。ネリス空軍基地の司令部は、後々の厄介事を避けるためにも、この NASA の3人の飛行士は、飛行機以外の交通手段で送り返すのがベストだと判断した。ニールは x-15 で都合7回飛行し、x-15 から3では、 高度 63.2km に到達し、X-15 から1では、マッハ5.74を達成した。ドライデン飛行調査センターでは50種類以上の航空機を操縦し、総飛行時間は2450時間に及んだ。ジェミニ計画初期の宇宙服を着るアームストロング1961年、マーキュリー7に続き、 第二次の宇宙飛行士選抜が行われるとの発表があった。ニールはアポロ計画とまだ見ぬ宇宙空間への探査を想像し胸を躍らせた。宇宙飛行士への道を選ぶことにはもはや何のためらいもなかった。ちなみにずっと後になって明らかになったことだが彼の志願書が有人宇宙センターに届いた日は 提出期限の1962年6月1日を1週間過ぎていた。エドワーズ空軍基地でずっと一緒に勤務し後に MSC に在籍するディックデイは期日の過ぎたニールの志願書を人に気づかれる前に他の志願書の山の中にそっと潜り込ませたという。1月の終わり、若き志願者たちはブルックスシティ基地で苦痛に満ちた。 医学試験を受けることになった。1962年9月13日、マーキュリー7のメンバーの一人だったディークス・レートンは、ニールを呼び出し、マスコミによって、ニューキューと名付けられた、宇宙飛行士のメンバーに加わる意思があるかと尋ねた。断る理由などあるはずもなかった。なおこの選抜結果は3日間秘密にされていたが、この年の夏には、 新聞史上で様々な憶測が飛び交い、ニールについては初の民間人宇宙飛行士として選抜されるだろうなどと報道されたこともあった。しかし、実のところ世界初の民間人宇宙飛行は、ロシアのワレンチナ・テレッシュコアによる1963年6月16日の飛行であり、アメリカにおいても1963年にジョセフ・ウォーカーが X-15 で、 宇宙空間に到達している。ジェミニ8号に太平洋上に帰還したジェミニ8号1965年9月20日、ニールはジェミニ8号の船長に任命された。副操縦士はデビッド・スコットだった。スコットは宇宙飛行士の第三次選抜メンバーの一人で、そのグループの中で宇宙に行くのは彼が初めてだった。彼らの任務は 無人衛星、アジェナ標的機との軌動上ランデブーとドッキングを行うことで飛行時間75時間で地球を55周する間にスコットはアメリカ人として2番目となる船外活動を行う予定だった。1966年3月16日、ベートーブ時間午前10時にまずアジェナが打ち上げられ、午前11時41分2秒。 二人を乗せたタイタン 2GLV 型ロケットが後を追うようにして打ち上げられ、アジェナを追跡する軌道に乗った。ランデブーとドッキングは打ち上げから6時間半後に予定通り行われた。しかしその当時は宇宙船の軌道のすべてを網羅するような無線中継基地はまだ作られていなかったために途中で通信が途絶えてしまった。その中絶している時間中に 宇宙船は突然予期せぬ回転運動をし始めた。ニールは、軌道姿勢制御システムを使って何とか、機体回転を停止させようと試み、地上の管制官のアドバイスに従って、アジェナを切り離した。しかし、不規則な運動は、ますます激しくなるばかりで、ついに1秒間に1回転するまでになってしまった。原因は、ジェミニ自体の姿勢制御システムにあることは、 明らかだった。飛行後の分析では、回路がショートして、エンジンの一つに誤って、点火の指令が出されてしまったのだろうと考えられた。ニールは残された最後の手段として、大気圏再突入システムを作動させ、お水のスイッチを切った。ちなみに飛行規則では、一旦この装置を作動させたら宇宙船は次の可能な、機会に必ず再突入をしなければならないことに、 なっていた。この時オフィスに待機していた数人の飛行士の中で最も著名な人物だったウォルター・カ・ニンガムは、ニールとスコットはこのような事態が発生した場合に対応する手順を怠っていた。ニールが2つある RCS のスイッチのうちの1つをオンにしていれば回転はすぐに収まり、計画を犠牲にすることはなかったのだと明白に述べている。 しかしこの批判はまといたものではない。なぜならそのような手順はチェックリストには書かれていなかったし、彼に唯一できるのは、二つの RCS のスイッチの、どちらか一つではなく、両方をオンにすることだけだった。NASA の主任管制官だった、ジーン・クランツは、乗組員は訓練された通りのことをやった。もし彼らが間違ったことをしたというのなら、それは、 訓練が間違っていたのだと述べている。また計画の立案者や管制官たちは一つだけ大きな事実を見落としていた。二機の宇宙船がドッキングしたら、それは一機の宇宙船になるということである。ニール自身はといえば予定されていた計画のほとんどを中止し、スコットが船外活動をする機会を奪ってしまったことに意気消沈し悩んでいた。彼は 他の飛行士たちの批判には耳を貸さなかったが、フライト終了後にアジェナとドッキングしている間は、ジェミニーの姿勢制御装置は全く不要のものであり、アジェナの姿勢制御装置を使っていれば容易に制御を回復できていたはずだと述べている。ジェミニー11号ジェミニー計画における最後の任務は、ジェミニー11号のバックアップクルーの船長で、8号が帰還した2日後に任命された。 すでに2回の飛行訓練の経験があるニールは、システムについては十分な知識を持っており、バックアップクルーの新人パイロット、ウィリアム・アンダースの指導も担当した。ピート・コンラッド飛行士とリチャード・ゴードン飛行士を乗せた11号は1966年9月12日に打ち上げられ、ニールは地上の連絡担当官を務め計画は成功理に終わった。計画終了後、 リンドン・ジョンソン大統領は、ニール夫妻に、南アフリカへの足掛け24日間にわたる、親善旅行への参加を打診した。参加者には、ディック・ゴードン、ジョージローなどの他の飛行士とその妻たち、そして多数の関係者が含まれていた。一行は11の国の14の主要な都市をめぐり、ニールは、現地語で政府の高官に挨拶するなどして、当地の人々を喜ばせた。 後に、ブラジルに行った時には、ライト兄弟と並び称される、ブラジル出身の飛行機王、アルベルト・サントス・リューモンの業績を称えたこともあった。1967年1月27日、ニールは、ディック・ゴードン、ジム・ラベル、スコット・カーペンターらと共に、ワシントン DC で開催された、国際連合の宇宙条約交渉に出席していた。 彼らはそこで各国の高官たちと午後6時45分まで歓談した。その後、カーペンター・カズトが空港に向かい、残りの者たちがホテルに帰ると、直ちに友人宇宙センターに電話せよとのメッセージが届いていた。そこで初めてガスグリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーの3名がアポロ1号の火災事故で死亡したことを知らされたので、ある。 彼らはその夜、スコッチウイスキーを飲みながら、この事態について、遅くまで討論にしあった。1967年4月5日、一号の火災事故に関する調査結果の報告会が開かれ、ニールは、ディークスレートンが17人の飛行士と共に出席した。冒頭で、スレートンは、最初に月面に降り立つ男は、 この部屋の中にいる、者たちの中の誰かであると述べた。友人サーナン飛行士によれば、ニールはこれを聞いても、特に何の反応も示さなかったという。彼にとってみれば、今ここに集まっているのは、ジェミニ計画のベテランパイロットばかりであり、月に行く能力を持っているのは自分たちを置いて、他にはいないと確信していたことは、想像に難くない。 スレートンは今後のアポロ計画の予定についても説明し、ニールを9号のバックアップクルーに任命した。なおこの時点では、9号はアポロ司令、機械船及び月着陸船による高軌道の試験飛行を行う予定だった。その後着陸船の開発の遅れにより8号と9号の搭乗員が交代したが、11号では予定通りニールが船長を務めることになった。 ベルエアクラフト社は飛行士たちに着陸船の操縦技術を習得させるために月着陸研究機を開発した。信頼というあだ名が付けられたこの機体はターボファンエンジンを使用し地球の6分の1の月の重力を再現するものだった。1968年5月6日の訓練でニールが地上30メートルから降下を試みたとき 突然機体が傾き始めた。直ちに射出座席で脱出したためことなきを得たが、後の分析ではもし脱出するタイミングが、あと0.5秒遅れていたら、パラシュートが開くのが間に合わなかったかもしれなかったと言われている。この時彼が負った傷は舌を噛んだことだけだった。危うく命を落とすところだったにもかかわらず、ニールは、研究機や、 練習機は操縦者に着陸船の様々な特性を経験させるために有効であり、これがなければ月面着陸は成功しなかっただろうと述べている。アポロ11号アポロ11号3人の飛行士。左からアームストロング、コリンズ、オルドリン1968年12月23日、アポロ8号の月周回飛行成功後、スレートンはニールを、 アポロ11号の船長に任命した。2005年に出版された、ニールの自伝で明かされたところによると、この時の会合で、スレートンは、船長を、ニール、着陸船の操縦士に、バズ・オルドリン、司令船操縦士に、マイケル・コリンズを考えているが、オルドリンの代わりにジムラベルを起用するのはどうかと、聞いていた。ニールは、数日間考えた後、ラベルは、 一緒に仕事をする上で何の問題もないが着陸船の操縦士はオルドリンが良いだろうと答えたもしラベルを起用すると彼は3人の飛行士の中で3番目に序列されてしまうジェミ22号で船長を務めたような人物をそのような順位に置くことは適切ではないと考えたというはじめオルドリンは最初に月面に降り立つのは自分だと考えていた ジェミニ計画では、全体の責任者であり船外活動の訓練はあまり積んでいない船長が、船内に留まり副操縦士の船外活動を補佐していたからである。しかし、地上の訓練で飛行士に宇宙服を完全装備させ着陸船の模型で手順を試してみると、彼を先に出すと、船長の体が邪魔になり、機体内部を傷つけてしまう可能性があることが、 判明した。1969年3月、スレートン、ジョージロー、ボブギル・ルース、クリス・クラフトらの会合で、最初に月面に降り立つ人間はニールにすることが、決定された。NASA の上層部は、彼が最も自己顕示欲の少ない人物だと見て、いたのである。1969年4月14日に開かれた、記者会見では、 着陸船の内部構造となぜ船長を先に出さなければならないのかという理由が説明された。船外活動用のハッチは内側に右開きになるように設計されており、右側に立っている着陸船操縦士が先に出るには船長の体を乗り越えなければならず非常に困難だった。この会見でスレートンはさらに付け加えるならば、 私の個人的な見解としては、最初に物事を行うのは船長であるということが、当然だと思ったからだ。この決定には、ギルルースらも賛成してくれたと述べた。もっとも3月の会合では、彼らは、ハッチの問題は全く知らなかったのだと、ジーン・クランツは2001年に出版した辞伝で、述べている。1969年7月16日、月に向かう当日に、 ニールは打ち上げ責任者のグエンターウェンドからガツへの鍵だと言ってポリスチレン製の三日月のおもちゃを受け取った。月から帰還した後、ニールは返礼として二つの生還のタクシー券を渡した。月への航海アポロ11号の打ち上げの瞬間、ニールの心拍数は109に達した。サタン V 型ロケット第1弾の SIC の騒音は ジェミニ8号のタイタン 2GLV とは全く比較にならないほど想像以上のものでアポロ宇宙船の船内もまたジェミニとは比較にならないほど広々としていたこの広さは宇宙酔いの原因となるのではないかと予想されたが11号の乗組員は誰もそのような症状を訴えることはなかった特にニールは 子供の頃から乗り物酔いになる傾向があり、長時間の曲芸飛行をした後などには吐き気を覚えることがあったため、何も不調を感じなかったことで安心した。11号の目的は単に月面に降りるだけではなく、予定された地点に正確に着陸することだった。ガッツ着陸船イーグルがエンジンを噴射しながら降下している時、ニールはシミュレーターで見慣れていたクレーターを通過する。 時間が2分ほど早すぎたことに気づいた。これはつまり予定着陸地点を数マイルほど行き過ぎてしまうことを意味していた。イーグルのレーダーは正確に月面を捉えてはいたが、その時コンピューターが警報を発した。最初は高度1202という警報で訓練を積んだニールやオルドリンでさえもこの意味がわからなかったが、ヒューストンの管制官は迅速に この警報には大した意味はなく、着陸を続行するよう指示した。次に1201という警報が出されたが、これも無視するよう伝えた。1202と1201は、着陸船のコンピューターがオーバーフローを起こしたことを示すものだった。オルドリンのガツの影という長書によれば、このオーバーフローは彼自身が作成したチェックリストに、従って、降下中に、 ドッキング用のレーダーをオンのままにしておいたことが原因で起こったのだという。彼がそうしたのは、もし着陸を中止して緊急脱出する事態になった再司令戦等の再ドッキング手順を容易にするためだったのだが、その瞬間には正確な理由がわかる人間など誰もいなかった。船外活動を行った後に、オルドリンが撮影したアームストロングニールは、 操縦を手動に切り替え着陸を続行した。だがその時イーグルの行く先には、フットボール場ほどもある大きなクレーターが口を開けていた。内部には乗用車ほどの大きさの岩がいくつも転がっていて、その中に降りれば着陸船が転倒してしまうことは明らかだった。他に良い着陸地点はないかと目を凝らしていると、 ようやく民家の庭ほどの広さの平坦な場所があるのを発見した。操縦艦を倒して機体を水平移動させる。燃料はどんどん残り少なくなっていく。完成艦が残り30秒と伝えた次の瞬間、センサーが月面に接触したことを感知してエンジンが停止し、着陸船は月面に降り立った。時間は1969年7月20日。 20時17分39秒だった。アポロ11号に関する多くの記事では、この時着陸船の燃料の残量は極めて危険なレベルにまでなっていたとされている。景気は残り17秒と表示していた。だがニールは月着陸練習機で残り15秒以下になるような事態も経験していたし、着陸船は15メートルの高さから、 垂直落下しても耐えられるように設計されていることを知っていたので自信を持っていた。また計画終了後の分析では月面の重力が小さく常に攪拌されているタンク内の燃料が予想以上に上乱されたため残量が低く表示され実際にはまだ50秒分以上残っていたのではないかとも言われている。月面に降り立った時ニールが最初に発した言葉は ヒューストン、こちら静かの基地、イーグルは着陸しただった。もっとも実際に月面に着陸した瞬間に乗組員が発した言葉は、オルドリンの接触灯が点灯しただった。着陸客には長さ1.5メートルのセンサーが取り付けられていて、先端が月面に接触すると、船内の表示灯が点灯するようになっている。 オルドリンは手順に従ってそう言ったまでのことだった。その3秒後には再びオルドリンがエンジンは停止したと言い,い、ニールが停止を確認と答えた。この直後二人は握手して成功を祝っただけですぐさまマニュアルに従い不足の事態が発生した時に備えて月面から緊急脱出する準備を始めた。月面への 第一歩メディアを再生する月面に足を踏み下ろすアームストロングなさの飛行手順では乗組員は船外活動をする前に休息を取らなければならないことになっていたがニールは休息を取りやめてエヴァをヒューストン時間の夜に行うよう要求したとてもではないが眠ってなどいられなかった管制センターは要求を受け入れ 二人は直ちに宇宙服を着て、船内を減圧した。ハッチを開き、はしごを降り、左足を月面に踏み下ろしながら、1969年7月21日2時56分、アームストロングは次のように言った。右上の動画中のアームストロングの発言内容、アイアイム、アー、アットザフットオブザラダー、ザイルエムフットパッズアレオンリー、 Depressed in the surface about, ah, 一応は 2inches, or so the surface appears to be.ah, very, very fine grained, as you get, close to it, it's all no strike, a powder, ground mass, ah, is very fine, 今着陸船の足の上に立っている。足は月面に1インチか2インチほど沈んでいるが、月の表面は近づいてみると、かなり、 かなり滑らかだ。ほとんどこのように見える。月面ははっきりと見えている。I am going to, step off the LM now. これより着陸船から足を踏み下ろす。that's one small, step f o r man, one, giant leap for mankind. これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩である。ニール自身も認めているが、この時彼は間違えて、 不定冠視の A を省略してしまった。確かにこの用法だと、万は人類の意味になってしまう。しかし彼は、もし仮に間違っていたとしても、歴史が私の言い間違いを許す寛容さを持ち、人類が一つになる方向に向かって進むことを希望すると後日述べている。一方で、音響分析の専門家の中には、失われた A の存在を主張する者も,もいる。 オーストラリアのコンピュータープログラマー、ピーター・シャン・フォードは、アームストロングは、実際には、A マンと言っていたのだが、当時の通信技術には、限界があったため A は録音されなかったのだと、分析している。フォードと、ニールの電気の著者であるアール・ハンセンは、この分析結果を、ニール本人や NASA の代表者たちに提示した。フォードの論説は、自身のウェブサイトでも紹介されているが、 言語学者のデビッド・ビーバーやマーク・リバーマンはこの意見に懐疑的である。ニール自身は文章で引用されるときには監視の A の前後にカッコをつけられるのが好みだと表明している。ニールの声明はこれより着陸船から足を踏み出そうと思うの後に発せられた。それから彼は後ろを振り返り左足を月面に踏み下ろした。彼の言葉はボーアから BBC をはじめ数多くの放送局を通して世界中に発信された。当時の世界の人口36億3100万人のうちおよそ4億5000万人がこの言葉を聞いたとされている。小さな一歩の下りについてはニールは月面に着陸してからの数時間の間に考え決定していたという。ニールから遅れること15分。 オルドリンも月面に降り立ち、月に立った二番目の男になった。両名は、月の表面では、人間はいかに身軽に動けるかということを実感しながら、予定されていた各種の行動を始めた。はじめに、彼らの飛行を記念したプレートを月面に置き、次に、正常器を立てた。この旗は、宇宙空間でも展開できるように中に、ワイヤーが織り込まれていたのだが、 旗座を十分に伸ばすことができず、また旗自体もきつく折りたたまれていたため、真空中であるにもかかわらず、棚びいているように見えてしまった。地球では国旗を立てることに関する是非を問う声もあったが、ニールはそんなことは全く気にしていなかった。旗を立てている最中、スレートンが緊急連絡が入っていることを知らせてきたが、彼はわざとそれが、 ニクソン大統領からのものだということを伏せておいた。着陸船の傍らで船外活動をするアームストロング。彼を写した5枚の写真の中の1枚オルドリンは旗を立てるのに手間取り、おまけに大統領から予定外の電話が入ってきたため、写真を撮る暇がなくなってしまった。全計画を通じて撮影された写真のうち、 月面で活動するニールを捉えたものは5枚しか残されていない。オルドリンは後に語っているが、この計画の主目的は月面でのニールの写真を撮ることだったのだが、大統領の電話で予定が狂い、むしろ自分が撮影された写真の方が有名になってしまったという。このハプニングのために予定が5分を遅れた。 彼らの行動は分刻みでスケジュールされており、ぐずぐずしている暇はなかった。なお11号の月面活動の写真のほとんどは、ニールが持った、ハッセルブラッド社製のカメラで撮影された。科学実験装置を設置した後、ニールは着陸船から60メートル東にあるイーストクレーターまで歩いていた。 今回の計画で着陸船から最も遠くに離れる行動だった。彼の月面における最後の任務は、ユーリガ・ガーリン、ウラジー・ミル・コマロフ、そしてアポロ1号の火災事故で亡くなったガスグリソム、エド・ホワイト、ロジャー・チャフィーラの業績を称えた記念品を収めたパッケージを、オルドリンが月面に置いていくように気をつけることだった。 11号の月面での船外活動の時間は2時間半ほどで、全6回のアポロ月面着陸の中で最も短いものだったが、この後の5回のミッションでは徐々に延長され、最後のアポロ17号では合計21時間に達した。地球への帰還船外活動を終え着陸船に戻りハッチを閉めたとき、彼らはかさばった。 宇宙服で上昇用ロケットエンジンのスイッチを壊してしまっていたことに気づいた。エンジンが点火できなければ地球への帰還は不可能になる。そのためオルドリンはボールペンの先でスイッチを入れ、ロケットが上昇している間もずっとそれで押し続けていた。司令船とのランデブート、ドッキングにも成功し、3人を乗せた。 司令船は7月24日16時50分35秒、無事太平洋上に着水し、空母ホーネットに回収された。11号の飛行士たちと会見する、ニクソン大統領がつから、病原菌やウイルスを持ってきていないかを検査するため、帰還後直ちに特殊な病棟に18日間、隔離された。異常がないことが確認されると、3人は、 偉大な飛躍ツアーと銘打った新善旅行で45日間にわたって全米や世界各国を訪れた。1969年コメディアンのボブホープと共にベトナム戦争に従軍する兵士たちの慰安に訪れた際には我々が戦場に縛り付けられている最中にどうして月に行く必要があるのかという質問を浴びせられたこともあった。 また三粒子の中には、この時同行していた歌手で女優のコニー・スティーブンスとの関係を取り沙汰するものもあったが、根も葉もないゴシップに過ぎなかった。1969年10月31日には、マイケル・コリンズ、バズ・オルドリンと共に日本を訪問。その際には、日本政府より文化勲章を贈られた。翌11月1日に、 銀座で行われたオープンカーでのパレードには12万人の監修が押し寄せた。1970年5月、ニールはソ連で開催された第13回国際宇宙調査委員会に出席した。ポーランドからレニングラードに向かう途中、モスクワでコスイギン首相とも面会した。彼は西側の人間として、 初めてツポレフツ -144 の現物を見て、その後、自然の中に作られた、ちょっと、ビクトリア・朝風の建物の、ユーリガガーリン宇宙飛行士訓練センターを訪れた。その日の終わりに、ソユーズ9号打ち上げのスロー映像を見せられたが、そこに登場しているアンドリアン・ニコライフ飛行士は、今目の前で彼をもてなしているワレンチナ・テレシコアの、夫だと知らされて、 少なからず驚いた。1999年7月16日、ケネディ宇宙センターで講演するアームストロングアポロ11号の飛行を終えて、しばらく経ってから、ニーールは宇宙飛行士を引退することを表明した。彼は、国防高等研究計画局航空部門管理者、協会副会長への就任を要請されていた。 もっともこのポストに留まっていたのは13ヶ月だけで、1971年8月には NASA からも退官し、シンシナティ大学で航空宇宙工学の教鞭を取った。彼は、シンシナティ大学だけでなく母校のパデュー大学でも、教壇に立つことを決めた。パデューの航空宇宙学部は、規模が小さいし、博士号を持っていない自分が、他の有能な人材を差し置いて、 教授になることで余計な波風を立たせたくなかったからである。彼が持っている最高の学位は南カリフォルニア大学で得た航空宇宙工学の修士号だった。ニールはかつてエドワーズ空軍基地に配属された時に航空宇宙工学の勉強を始めアポロ11号の飛行を終えた時アポロ計画に関する様々な検知というテーマで ようやく修士論文を提出することになった。シンシナティ大学での彼の公式な立場は、航空宇宙工学教授だった。そこで8年間学生たちを指導した後、他からの誘いもあり、また大学も自治大学から州立大学に改編されることに、伴って、1979年に同行、退職した。 ニールは二つの宇宙船事故の事故調査委員を務めた。はじめは1970年に起きたアポロ13号に関するもので、エドガー・コートウェイトが調査報告をする際、彼は飛行記録の詳細を提示した。彼は個人的には事故原因となった機械船の酸素タンクの設計を根本的に見直すべきだとする報告書の勧告には反対だった。 1986年には、当時のレーガン大統領から、この年に起こった、スペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故を調査する、ロジャー委員会の副委員長に任命され、委員会の執行を任された。1971年に、NASA を退官した後、いくつもの企業から、誘いの手があったが、初めのうちはいずれも断っていた。 最初にニールとの契約を獲得したのはクライスラーで1979年に1月から宣伝媒体となった。彼は、同社は製造部門は強いものの財政的に困難を抱えているのではないかと考えていた。クライスラーの他にはゼネラルタイムコーポレーションや全米銀行協会などアメリカを代表する企業の CM に出演した。 CM の他には、マラソンオイル、リアジェット、シンシナティガス電力会社、タフトブロードキャスティング、ユナイテッド航空、イートンコーポレーション、オールシステムズ、サイオコールなどの企業で経営に参加した。特に、サイオコールに参加したのは、ロジャー委員会の副委員長を務めた後のことで、チャレンジャー号の事故の原因は、同社が製造した個体ロケットブースターによるものだった。 2002年、江戸コーポレーションに勤めたのを最後に、企業経営からも引退した。人類で、初めて月面を歩いた男に対して、民主、共和両党からアプローチがあったが、宇宙飛行士から上院議員に転身した先輩のジョングレンや、ハリソン・シュミットらとは異なり、ニールは、政治的な誘いは、一切断った。彼は、個人的には、合衆国の正義をもとに、 アメリカが世界の警察官として行動することには反対だった。1971年には国家への貢献を表彰され、合衆国陸軍士官学校からシルバヌス、セイヤー賞を授かった。1972年にはアームストロング一族の出身地であるスコットランドのラングホルムに招待された。ニールはこの地が自分の遠い故郷であると宣言し、 この自治都市の初めての自由市民として認定された。儀式の中で治安判事はこの地で見つけたすべてのアームストロングを公主刑にせよという400年前に施行され現在でも廃止されていない法律の条文を読み上げた。1979年、オハイオ州レバノンの自宅の農場で農作業をしていた時のことである。 刈取トから飛び降りた際、結婚指輪が機械に引っかかり、指輪をはめていた指が切断されてしまった。しかし彼は全く慌てることなく、すぐさま切断された指を拾うと、氷に詰めて、ケンタッキー州、ルイビルの11種病院まで持って行き保護手術を受けた。1991年、コロラド州アスペンで友人とスキーをしている際、 軽い心臓発作に見舞われた。この一年後には、父親が、さらに9ヶ月後には、母親が、同じ心臓発作で他界した。クインシー・ジョーンズから、フライ・ミート・ゥザ・ムーンを録音したプラチナ製のレコードを、送られるニールとジョングレン上院議員アームストロングは、最初の妻ジャネットと38年の結婚生活の、あと1994年に離婚した。 二人目の妻キャロルヘルドナイトと出会ったのは1992年のとあるゴルフトーナメントだった。この時は朝食で短い会話をしただけだったが、2週間後に彼女が自宅にいるとニールから今何をしているのかという電話があった。庭の桜の木を買っているところだと答えると35分後にニールが手伝いに来た。 1994年6月12日、ニールは、オハヨで、この女性と二度目となる、結婚式を挙げた。披露宴は、カリフォルニア州のサンイシドロランチで行われた。1994年、彼の自筆のサインが高額で売買された数の、偽物が出回っていることを知ってからは、サインの要求は、一切断ることにした。イベなどのオークションサイトでは1000ドルで、 取引されることもあり、乗組員のサインが書かれた11号の写真などの中には5000ドルに達するものもあるという。そのため、以降、ニールのところにサインをねだる手紙を送ったものは申し訳ありませんが、サインはお断りしておりますと丁重に書かれた定型文書を受け取ることになる。ニールのサイン拒否の方針はよく知られていることだが、それでも中には、 誰かがサインをすることを妨害しているのなら、すぐに辞めさせろなどというものもいたため、作家のアンドリュー・スミスは2002年のリノーヤ・レースで、改めて人々にニールはサインをする意図がないことを知らしめた。サインの他には、ボーイスカウトのイーグル賞受賞者への祝福の手紙を送ることも取りやめた。そのような手紙は受賞者を個人的に知る者から、 送られるべきだとニールは考えたからである。ニールはあまりにも有名になりすぎたため、彼の名声を利用したトラブルもまた何年にもわたって発生するようになった。1994年には、ホールマーク社が彼の名前とアンスモールステップの一文を無許可で使用したとして、同社を訴えている。ニールのパディウ大学への寄付金の金額が公表されて、 いないとして訴えられた件は、訴訟が却下された。このような問題が発生したことにより、ニール及びナサは、宇宙飛行士の名前、写真、記録などの使用に許可を与えることに対して慎重になった。ただし、非営利団体や公共的な組織に対しては、彼は常に使用許可を与えている。2005年5月には、妙な法律的闘争に巻き込まれることになった。 20年来通っているマルクス・サイズモアという床屋がニールの髪を切った後それを彼の許可を得ることなく収集家に3000ドルで売ったのであるニールは床屋に対し髪の毛を取り戻すかもしくは彼が指定する事前活動をしなければ訴えると通告したサイズモアは髪の毛を取り戻すことは不可能だったので事前活動の方を選択したニールには 北アイルランドティロン県バリゴーレイの血が混ざっている。立花隆氏は著書、読書脳の,の中でアームストロングを精神的に健康すぎるほど健康な人で反面人間的面白みにはまるで欠けた人物。驚くほど自己抑制が効く人でいかなる場面でもパニクルとか感情が激するといったことがないと評している。推奨されるところ 2012年8月8日、82歳の誕生日を迎えた3日後に心臓の外科手術を受けた。2012年8月25日、心臓血管の手術後の合併症のために死去。82歳没。遺体は水槽された。ニールの不法に際して各方面からコメントが寄せられた。家族葬が行われた8月31日には、政府庁舎、 在外交換で半旗が形容され、9月13日にワシントン大聖堂で追悼式典が行われた。2019年7月、アームストロングの神話、心臓手術後の合併症という公式発表は不正確であった可能性が報道された。ニューヨークタイムズとシンシナティ・インクワイアラーに匿名で送られた文書によると、アームストロングの遺族と、 彼の治療及び手術を行ったオハイオ州の小さな病院との間で医療ミスをめぐって争いが起きていたとされる。この一件はアームストロングが感情動脈バイパス手術を受けてから数日後内出血が見られた時に外科に移すことを見送ったというものである。またバイパス手術を行うという当初の決定にも疑問が投げかけられている。そして アームストロングの遺族たちは、その医療ミスを公に告発すると病院を脅していたという。両者は内密に和解しており、病院側が600万ドルを支払うことでスキャンダルを回避し、うち500万ドルは、公害しないことを条件に、アームストロング氏の二人の息子に渡された。また、この息子の一人の妻は弁護士であり、彼女は、この問題が公になれば、 その結果として生じる病院の評判への影響は、我々が想像できる、いかなる陪身評決よりも、はるかに大きな代償となるでしょうと病院に、電子メールを送っていたという。2004年7月21日、アポロ11号の飛行から35周年を記念して、ホワイトハウスで。左からコリンズ、ブッシュ、アームストロング、オルドリンホワイトハウス中庭で、 大統領兼バーニーと2004年7月、ニール・アームストロングの浸水式で、シャンパンボトルを割るカリ・アームストロング・ニールは、大統領自由勲章、宇宙名誉勲章、ロバート・エイチ・ゴダード記念トロフィー、シルバヌス・セイヤー賞、国有飛行協会からのコリアートロフィーなど、数多くの栄誉や賞を授かった。11号の着陸地点から5 0トル離れた。 ところにあるクレーターや小惑星6469などは彼にちなんでアームストロングと命名された。またカリフォルニア州ランカスターの宇宙飛行通りやフロリダ州タイタスビルの宇宙飛行士記念館などの設立では名誉会長に就任した。アメリカ国内では13の小、中、高校が彼の名を冠している。世界中でも多くの通りや建物、 学校などがアームストロングやアポロの名を借りている。1969年にはフォークソング歌手のジョン・スチュワートが月面に記した第一歩のためにアームストロングという曲を作ってニールに捧げた。2004年10月パデュー大学は新設の行動をニール・アームストロング技術行動と命名することを発表した。 2007年10月27日、同行動は5320万ドルの費用をかけ、竣行し、ニールは、同大学出身の14人の宇宙飛行士と共に、落成式に出席した。2014年1月16日には、彼の名誉を称えて、NASA ドライデン飛行研究センターを、ニール・ A ・アームストロング飛行研究センターへ、改名する、法案に、 バラク・オバマ大統領が署名し、同年3月1日に名前が変更された。2015年に収益したアメリカ海軍の海洋調査官アゴールマイス -27 は、2014年3月29日の浸水式の際にニール・アームストロングと命名された。浸水式では、孫のカリ・アームストロングがシャンパンボトルを割った。故郷、ワパコネタには、 ニール・アームストロング航空宇宙博物館が建てられているが、ニール本人は同館の設立には特に関わっていない。また、彼が初めて飛行訓練をしたニューノックスビルの空港にも彼の名が付けられている。2005年、自らの電気、ファーストマン、ニール・アームストロングの人生を発行することを許可した。電気については、これまでも、 スティーブン・アンブローズやジェームズ・エー・ミシェーナーなどの作家から著作したいとの打診があったが、その都度断ってきた。しかし、ジェームズ・アール・ハンセンが書いた他の人物に関する伝記を読んで、彼に発行の許可を与えた。ニールの死後、これを原作とした映画ファーストマンが制作され、2018年に公開された。記者はしばしば、ニールに、 宇宙飛行の将来に関する展望を尋ねている。それに対し2005年には、有人火星飛行は1960年代における、有人月飛行よりも、容易に行えるだろうと答えている。様々な課題はあるかもしれないが、それらは、我々が1961年に、アポロ計画をスタートさせた時に直面したものほど、困難なものではない彼はまた、 アポロ11号で感じていた懸念についても回想している。最初のうち、彼は月面に着陸できる可能性は50%しかないと思っていた。着陸した瞬間、我々は生きようようとし、右頂点になり、本当に成功したのかと信じられない気分だった。ありがとうございます。